きましょう。行きましょう。ほら、ここがファベーラです。ここら辺が旧市街。はい。川越えると新市街。うん。生活水準が全然違う感じがもう見てすぐわかる。でもコロンビアのスラム街と比べてどういう感じですか？でも整頓されててすごい綺麗ですね。うん。なんか危なっかしい食べ物もないし。はいはい。うん。なんか危ない系の人もあんまりいないですしね。そうですね。目がギラついた人がいない。犬が怖いぐらい。そうそうそう。人よりも犬の方が危ない感じはしますね。うん、でも人との距離がすごい感じたっすね。うん。はいはい、なんかちょっと違う感じがあります。確かに観光客と地元の人は距離ありますね。いいとこでもあり悪いとこでもあり、はい、ここは無法選挙地帯です。ファベーラ、ペルーの地方からまあ、お金を稼ごう、ペルードリームをゲットしようとしているらしいというか、まあ、住むところも大変で、こうやってファベーラに住むしかなく、でそこに10年住むとその土地が自分のものになると、はいはい、なので頑張って10年そこで暮らそうっていう。でも大体3年に1回くらい政府が取り壊しに入るんでその繰り返しなんです。なるほど、うん、だから本当に大変だと思いますよ。やって、うん、家壊されて、でも深いと、すごいですね。政府は悪魔のようですね。そうそうそう。市民からしたら、まあでも危険です。ここにずっと住むことはできない。はい、到着。結構意外に簡単に来れましたね、頂上まで。そうですね、うん、なんか険しい道もこれほどなく、ただあっという間、あっという間に余裕、息は上がりますね、うん、空気が、ね、あまりよろしくないんでね。ここにっぽい、まあ、なんか湿り気はあまり感じない土地です、うん、なんか色も黄土色だし、うん、あんまりカラフルじゃないっていう、うん、灰色っぽいし、ね、うん、なんだか、なんて言うんでしょう。まあまあでも1回ぐらいはね、来る価値はありますね、ここ。そうですね、うん、まだ晴れを1回も見てない。そう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 、まあ、見たばっかりだけど、うん、1週間ほぼ雨っていう、うん、